ヒルクライム大台ヶ原シンス2001は奈良県上北山村で2001年から開催されている自転車ロードレースであり標高差1240メートルという日本有数の難コースを走る2018年大会の参加定員は800人であり村民より多くの人が訪れる一大イベントである前夜祭りも開催されライブや花火の打ち上げなど 子供まで楽しめる。近畿の屋根と言われる吉野熊の国立公園内に位置する大台ヶ原。その神秘の峰々を望みながら走るヒルクライム大台ヶ原は距離 28km、標高差 1240m を競うタイムレース。上級者向き、初心者には敷居が高いと言われているが、第1回大会より村民ボランティアによる手作りの大会で、 アットホームな雰囲気の中、ベース初心者から熟練者までが、各のののスタイルで参加している。ロードクラス、MTB クラス、チームクラス、親子クラス、カップルクラスに加え、小学校4年生、中学校3年生までの、ジュニアクラス、小学校1年生、3年生までを対象とした、キッズクラスが設定される。加えて2016年より、 未就学児によるキックバイクのレースも行われるようになった。また、平均勾配9.3%の林道区間に激差各干渉を設けている。ヒルクライム大台ヶ原シンス2001実行委員会村の若者で構成される村づくり団体、地元サイクリングクラブなどをはじめ、各種団体、地元住民、村出身者ほか、 損害のボランティアにより運営されている。コースの小石除去やパトロールなどが徹夜で行われ、スタッフ一同各セクションにおいて一致団結する大会となり、住民も早朝より沿道に出て、正規、プラカード等を手に応援するなど、村を挙げて大会を運営している。ジュニアクラス及びキッズクラス以外は、距離2 8トルのコースを走る。 すべてのクラスにタイムアウトが設定されている。このコースは国道169号交点の奈良県道226号大台河合線から林道辻堂山線を経て奈良県道40号大台ヶ原公園川上線を起点の大台ヶ原までたどる。ジュニアクラスは距離 10km である。キッズクラスは距離 2.6km である。ありがとうございます。